全日本プロレスは日本のプロレス団体。運営会社はオールジャパンプロレスリング株式会社。1972年設立。旗上げまでの経緯1971年12月、アントニオ猪木が日本プロレスの経営改善を下にクーデターを画策したとして、日本プロレス選手会を除名され日本プロレスを永久追放された。 その余波が日本プロレスのテレビ中継に波及することとなった。当時は日本テレビとネットテレビの2局放映体制であった。ネットテレビの看板選手であったチョキを日本プロレスの内部事情で失ったことで、ネットテレビはこれまで日本テレビとの関係からネットテレビの中継に出場できなかったジャイアントババの出場を強行に要求し、日本プロレスの幹部は 日本テレビとの取り決めを破り、ババのネットテレビの中継への出場を解禁。このため、日本テレビは契約不履行を理由に日本プロレス中継の打ち切りを決定。極秘裏に報復手段に近い形で、日本テレビと関係が近かったババに接触して、独立を促す。日本テレビから、旗揚げに対しての資金は全て日本テレビが負担する、放映権料も、 最大限用意する、ババがいる限り、プロレス人気が下火になっても放送は打ち切らない等の好条件が提示され、それを受けて、ババもまた独立へ向けて準備を進める形となった。1972年7月29日、ババは日本プロレスを退団し新たなプロレス団体を設立することを表明。日本テレビのバックアップを受ける形で渡米し、サーキットを行い、 その上で、ドリー・ファイク・シニア、フリッツ・フォン・エリック、ブルーノ・サン・マルチノなどの有力者に接触して、協力を要請し、豪華外国人選手の招聘に成功。日陣営も、親ババ派とも言える大熊元次、マシオコマ、サムソン・クツワダラを確保。この中でも、日本プロレスの若手選手であった、桃田光夫、取締役兼、リングアナウンサーとして、桃田義博に加え、 役員として、力道山未亡人の田中恵子も旗上げに参加したことで、力道山家のお墨付きを得ることにも成功。日本テレビや桃武の後ろ盾、外国人選手の昇平ルート開拓に成功した全日本プロレスに対し、日本プロレスは、過去に東京プロレス、国際プロレス、新日本プロレスに行ったような外国人レスラーの昇平妨害や、 会場使用をできなくするような妨害工作を行うことができず、工業の目玉である馬場を失った日本プロレスは一気に弱体化することになる。さらに、手薄な日本人陣営をカバーするため、国際プロレス代表取締役社長の吉原港との会談でサンダー杉山を獲得し、当時若手選手であったデビル紫、鶴見五郎らが参戦して、 国際プロレスとの協調路線をしばらく維持。ババラ全日本勢も協力の見返りとしてしばしば国際プロレスの興行に参戦した。ババは将来の投資として旗揚げ直後にミュンヘンオリンピックレスリング日本代表であった鶴田智美を獲得。渡米修行から1年後の国内デビュー以降タイトルに頻繁に挑戦させるなど将来のエース候補として 英才教育を受けさせた。また、ザ・デストロイヤーが手薄な日本人陣営にスケットとして加わり、1979年まで約6年半にわたり定着参戦。ババに次ぐ看板選手として初期の全日本の工業活動に貢献。1973年4月、日本プロレスが崩壊し、最後まで。 日本プロレスに残留した大木金太郎ら9名の日本プロレス残党は力道山家預かりとなることを発表。その過程で日本テレビや力道山家の移行などもあり、大木ら9選手は全日本へ合流する形となったが、馬場は当初から大木らの受け入れには難色を示していたとされている。そのため馬場はマッチメイクなどで旗揚げからの所属組と、 日本プロレスからの合流組との間で扱いに格差をつけていた。この扱いに対して上田馬之助と松岡岩哲が反発し、10月9日に退団、ついで大木も、1974年1月のシリーズを無断欠場して全日本から一時撤退。ジャイアントババとジャンボツルダの前世紀ジャイアントババが培ったアメリカでの人脈を生かし多くの、 スター外国人選手を招聘するなど、力道山の時代の日本人選手対外国人選手の系譜を受け継いだ。新日本プロレスのストロングスタイルに対し、アメリカンプロレスの源流に重きを置いた。この時期に、鶴田を排出して、ミルマス・カラスやテリー・ファンクなど、アイドル的な人気を博したベビーフェイスの外国人選手も登場。1977年、 世界オープンタッグ選手権に橋を発するザ・ファンクスとアブドーラ・ザ・ブッチャーザ・シーク・組の流血の高層劇も人気を呼んだ。1981年、新日本との引き抜き合戦が勃発。5月にブッチャーが引き抜かれるが、全日本も7月にタイガージェット新、12月にスタン・ハンセンを引き抜く。また、ババヤ・ツルダに次ぐ選手として、 天竜玄一郎や大仁田厚志らも台頭。馬場が年齢を理由にタイトル戦線から退いた後は明るく、楽しく、そして激しくを掲げ、日本人選手の対戦が主軸となった。その他、中継権を持っていた日本テレビと関連が特に深い時期であり、一時馬場が会長職に退き、日本テレビの役員だった松根光雄が出向の形で全日本の社長ポストに、 ついていたほか、大谷健一など多くの日本テレビ関係者が、出港で全日本に在籍。天竜を中心に、見るものにも、痛みの伝わるプロレスが繰り広げられた。1984年、新日本を離脱した長州チカララジャパンプロレスの、選手が参戦したが、その後ジャパンプロレスが分裂し、長州チカララが新日本に戻ったのをきっかけに、天竜は、アシュラ、ハラと、 天竜革命を起こし鶴たハンセン、ブルーザーブロディラとタイトル争いを演じた。1987年、春ソノダが新婚旅行を兼ねて、南アフリカへ試合のために向かう途上、航空機の墜落事故に遭遇し、不慮の死を遂げた。ソノダは31歳というこれから、油の乗ってゆく年代の選手であるだけに期待されており、 マシオナキアとの若手に対するコーチ役を務めていたことから組織としても痛手となった。1988年長く待望されていた3つのヘビー級王座の統一が図られるが決定戦のたびに引き分けや不透明決着に終わる。最初の統一戦から約1年が経過した1989年4月16日、後楽園ホール大会における メインイベントの鶴田大半戦線も反則裁定に終わり、ついに激怒したファンが暴動寸前にまで陥る。三冠統一は4月18日、鶴田によりなされたが、これがきっかけとなって全日本の試合から、あからさまなリングアウト、反則裁定が排除され、技による完全決着がつけられるようになる。これが、後の鶴田大長世代軍。 四天皇の激戦を呼ぶ伏線となった。プロレス四天皇の前世紀1990年、天竜源一郎をはじめとする多くの選手が SWS に移籍して存続が危惧される。だが、二代目タイガーマスクとして活躍していた、三沢光春が率いる、朝世大軍が鶴田に挑む構図が生まれ、新たなブームを引き起こす。鶴田が率いる、正規軍、三沢が率いる、朝世大軍、 それに、外国人選手との戦いが主軸となった。1992年、鶴田が病気のため一戦から退くと、三沢光春、川田俊明、小橋健太、田上明のプロレス四天皇による戦いが中心となり、四天皇プロレスと呼ばれる形へ発展。ジャパンプロレスのハイスパートレスリング、天竜革命によってもたらされた激しいプロレスを、 出発点とする危険度の高い技を次々と繰り出すスタイルは先鋭化し続け、テレビ解説をしていたババに、高度すぎて、俺には解説できないと言わしめるほどだった。この時期に空前絶後の利益を収め、年間7回の日本武道館大会を中心に、経営的な成功を勝ち取る。日本武道館大会は、1990年代全般で、プレーガイド発売即、 チケット完売となるほどの人気で1998年には東京ドームで初興行を開催。王道プロレスのキャッチコピーが浸透。1999年1月31日、ババが死去。5月7日、ミサーが社長に就任。ババ存命中には行わなかったビッグマッチでの大胆なカード編成を試みた。またミサは中田竜らは 新日本などで行われていた花道やレーザー光線などを使った華やかな演出を提案し続けた。しかし、伝統の保持を第一優先と主張するババ夫人であるババ原子との圧力が生じ、社長を解任された。その結果、元々ババの名であるババ幸子淵正信を除く全役員が辞任。社長解任後、三沢を含めた選手十六名。 練習生一名、大半の職員は全日本を離脱して、プロレスリングノアを設立。その後、日本テレビは全日本プロレス中継を終了し、所持していた全日本プロレスの株式も手放す。放送枠は、コロッセオを経て、プロレスリングノア中継に切り替えた。全日本プロレスに残留したのは川田、淵、レフェリーの和田恭平、リングアナウンサーの木原文と、広報一名。 そして、ババ・ケン氏の6名となった。後に、川田は、ババなき後は全日本にはフリーとして上がっており、専属契約はしていないことを告白しているが、2004年までは、全日本の役員に名を連ねていた。その他は、留学という形での参戦だった、マウナケア・モスマン、当時は、元参院議員として、衆院選活動中で、プロレス復帰も、流動的な長谷博士のみだった。 その後、天竜の全日本復帰やフリー、た団体の選手、馬場時代からの常連外国人選手の参加により、運営を維持していた。また、この時期にっ田と淵が新日本の興行に出場。2001年1月28日、東京ドーム大会で、武藤慶治が全日本に、初参戦、ケアに勝利した後に共闘し、バトを結成。その後、新日本所属選手としては、 初となる三冠ヘビー級王座、世界タッグ王座を獲得し、さらに年末の世界最強タッグ決定リーグ戦も、生死、プロレス大賞最優秀選手賞を受賞した。武藤は、同年の日本武道館大会の、全6大会すべてのメインイベントを務めた。2002年2月26日、新日本を対団した、武藤、小島聡、剣道家臣、WWF を対団した、 和林が遺跡。武藤の社長就任直後は、三沢社長時代と同様に、株式譲渡がなく、再び、オーナーとサラリーマン社長という形での圧力が生じた。その後、淵正信とレフェリーの和田恭平ら生え抜き役員が、武藤側に回り、淵、川田、和田の連名で、武藤への株式譲渡懇願書を、馬場原氏に提出。武藤には、無償で、 株式が譲渡され、馬バ場バ原氏はオーナーを退き、事務所を六本木から移転。シリーズ工業の定番タイトルだった、ジャイアントシリーズなどを変更、WWE でエージェントを行っている、ジョニーエースとのつながりで、ジャマールら WWE を解雇されたレスラーが多く参戦して、全日本の伝統である、日本人選手対外国人選手を受け継ぎつつ、明るく、楽しく、激しく、 新しいプロレスをメインコンセプトにババ全日本のカラーだった王道プロレスに代わるパッケージプロレスを提唱実践していることが武藤全日本の特徴であった通常の興行は橋本信也が率いるプロレスリングゼロアンとの団体対抗戦を高見一ノ久が率いるロー &D が参戦その後タルが率いるブルマーダーズ佐々木健介 中島勝彦の、健介ファミリー、鈴木みのる、野沢論外、マザダ竹村、高山義弘に、太陽ケアを加えた、グレンタイの定期参戦、元大阪プロレスの菊太郎、大相撲第64代横綱の明けぼのらの参戦により、新たなファン層の獲得にも成功する。特別工業では、2002年6月9日に、 エーベーシングエープとのコラボレーションによるエープ STA プロレスリングをゼップ東京で開催。普段は見られない覆面レスラーが多数登場した。公表につき2003年と2004年にはツアーとして開催。2008年12月23日に約4年ぶりに開催。またファン感謝デーや毎年6月10日に開催される無搭祭は非常に好評で、 プロレスラーとお笑い芸人がタッグを組んで争われる回マイナス1、タッグ王座などファンに楽しんでもらえることを中心に構成されていた。さらに、武藤が司会を務めていた番組武藤慶治賞がきっかけで対談した船木正勝らが工業に関わったり、同じく対談した夏目奈々のプロデュース工業や吉澤明堀らが参加したセクシー女優とのコラボ工業を開催した。 2002年11月17日、石井和義が率いる株式会社 K1 と協賛でプロレスバンダイナマイトとしてファンタジーファイトレッスルマイナス1を横浜アリーナで開催。第2弾は2003年1月19日に東京ドームで開催。武藤はレッスルマイナス1の世界をファンタジーファイトと表現した。この工業をフジテレビがプライムタイムで放送したが、 サブタイトルは、ボブサップのプロレスエンターテインメントショーと名打たれ、プロレス中継というよりは、当時人気だったボブサップを中心とした番組として放送された。また、江崎栗子プロダクトマネージャーで全日本のコンディショニングコーチを務めていた、桑原博樹とゴールドジムの協力による、プロレスラー流のトレーニング方法や、サプリメントなどの栄養学を参加者に公開する。 無当塾を毎年開催しており、番外編として、年に一度、新人オーディションを開催していた。かつて全日本の主要大会といえば、日本武道館大会だったが、2004年2月22日を最後に撤退した。代わりに、代々木第に体育館に加え、年1から2回行われた、両国国技館での工をプロレスラブイン両国では、プロレス界で、 初の試みとなる複数の企業から出資金を募り、一つのイベントを作り上げる制作委員会方式で開催。2004年4月、テレビ東京で約4年ぶりとなるテレビ中継番組、プロレスラブ夜のシャイニングインパクトが開始された。2005年3月以降は、両国大会のみ放映。2007年4月6日、全日本プロレスマザーが、ガオラからの映像提供による放送で、 千葉テレビで開始、その後、岐阜、京都、神奈川でも放送された。また、地上波以外での全国規模の中継では、ガオラが毎週1回土曜日更新で録画中継しているほか、ファイティング TV 侍でも随時中継している。ガオラの中継においては、ファイティング TV 侍の協力を取り付けている。2011年5月29日、スーパーヘが試合後にオート 混沌したため病院に搬送され、急性項膜下血腫の診断を受け緊急手術が行われた。5月31日、ブール・マーダーズのリーダーのタルが、試合当日にビジネス上での口論からヘイトを数発を出したことを、自ら会社に申告。6月1日、タルの無期限出場自粛を発表するとともに、タルがスーパーヘイトを出した時、控室にいた、河野正樹。 ミノル、マザガの無期限出場停止処分と、ブルール・マーダーズの解散が発表された。6月7日、一連の事件の責任を取り、武藤が社長を辞任し、取締役の内田正幸が第7代社長に就任。6月19日、レフェリーの和田京平が退団した。武藤が早急に謝罪会見を開かなかったことを、批判したところ、会社への裏切りとみなされ、 無党から対談するよう求められたという。2012年11月1日、スピードパートナーズの社長を務めていた白石信夫が全日本の株式を100%取得し、オーナーになる。旧来の全日本プロレスリング株式会社を過去のコンテンツ案件管理などのわずかな役割を残した上で、資本金1億円で全日本プロレスリングシステムズを設立し、 事業内容を引き継ぎ、新しい運営会社として、スタートを切った。白石は Facebook で過激な発言を繰り返し、やり玉として挙げられた新日本プロレスなど、外部の人間が抗議するなど反感を呼んだ。結果として全日本の分裂騒動に発展することとなり、新日本との関係が悪化する要因となった。2013年6月1日に新役員体制が、 発表され、社長を務めていた内田正幸が退任し、白石が新社長に就任した。一方、武藤刑事は取締役会長を辞任するとともに全日本を退団した。その後、武藤側は白石との間で全日本プロレスの株式の買い戻し、等の交渉を進めていたが、交渉が不調に終わったことから退団者と新団体の旗揚げをしさ。 全日本の選手とスタッフを中心に対談を呼びかけ、船木正勝、河野正樹、海、真田清成、中野上康文、浜良太、田中みのる、和林、近藤修二、大和博志、安流、練習生全員、そして一部のスタッフが対談を表明。一方で、大森高尾、スワマ、浄土リング、ソヤ学、スシが全日本への残留を明言したほか、太陽ケア、 レフェリーの和田強平が限定的ではあるが全日本へ復帰する方針を明らかにした。2013年7月5日、新体制を発表し2月から全日本に参戦していた秋山人志、塩崎剛、金丸義信、鈴木小太郎、青木敦氏のバーニング5名が所属選手となり、レフェリーの和田強平が名誉レフェリーという形で復帰した。白石信を代表のもと、 13名で再出発することとなった。一方、武藤らは7月10日に新団体列するマイナス1を旗揚げした。7月14日には態度を保留していた、口正信が取締役相談役に就任する形で残留。従前に比べ手薄となった選手層の補強は、以後も積極的に行われ、9月1日付で、明けぼのが入団し、 10月には練習生4名が入寮。8月1日、スピードパートナーズ社内で全日株を保有することに反発した幹部たちに対し、白石オーナーは自身のスピードパートナーズ社の全株式を売却すると決定。同日、辞任の上スピードパートナーズ社は株式会社発帳をボリ投資に社名変更。同社の参加企業だった全日本プロレスリングシステムズや エステアパレルなど、敬語部門を自身の資産管理会社の株式会社レッドウォールジャパンに移し、全日本プロレスリングシステムズの新しい親会社となった。9月11日付で、井上博太が代表に昇格し、白井自然代表はオーナーとして広報支援を続けた。また、2013年に全日本プロレスリングシステムズ株式会社によって出願された。 全日本プロレスの商標は白石オーナーの株式会社 R1 が継承していたが2018年12月にオールジャパンプロレスリング株式会社が譲渡を受けて保有している。2014年6月4日、秋山が7月1日付で自らが社長となる新法人を設立した上で全日本の運営を全日本プロレスリングシステムズから引き継ぐ方針であることが明らかになった。 所属前選手が秋山に追従する方針であるほか、馬場原氏も秋山を支援する意向を明らかにしている。背景には2014年に入ってから所属選手へのギャラの支払いが滞り始めていたことがあるという。一方、旧法人オーナーの白石は自らのブログで資金面の問題について選手、フロントに甘えがあったので、 支援金額を1月から固定化した団体経営を理解させるための治療薬と述べた上で、新会社設立について様々なスポンサーが設立時に出資しやすくするためと語り、今後は数あるスポンサーの中の一社として団体を支援していく考えを明らかにしている。7月1日、全日本プロレスイノベーション株式会社と同社の完全公会社となる オールジャパンプロレスリング株式会社が発足し、工業の運営会社とする形で、秋山新体制をスタートさせた。全日本プロレスイノベーションの事務所は、山形県山形市のケーブルテレビ山形の社内に、置かれ、通信放送や、グッズファイクラブゲームキャラクターなどの企画、運営を行う、コンテンツ会社としての役割を受け持ち、同社が10%の出資を行い、 同社の吉村和文社長が会長に就任。オールジャパンプロレスリングの事務所は7月7日に、元々が宿所として使用していた横浜市青葉区の施設に移転するほか、スワマが取締役、ババ原氏が取締役相談役に就任することが発表された。2015年秋に入り、塩崎剛、明保の鈴木小太郎、金丸義信が、 相次いで対談を発表。興業数が減少していることもあり、選手への給料を従前の固定給から試合の出場給に改める。代わり、所属選手の契約形態を専属契約から所属だがた団体への出場も自由の形に変更する方針も明らかにされた。また12月から全日本プロレスイノベーションとオールジャパンプロレスリング両社間の関係が分離され、 工業権がオールジャパンに完全移行された。社長の秋山を除いた経営陣は11月末で退任し、今後はオールジャパンプロレスリングが中心となり、経営を行っていくことになった。ただし、全日本プロレスイノベーションはオールジャパンプロレスリングの株式の34%を保有し続けており、関係は継続されている。2016年9月30日、 BS11 にて、全日本プロレス11の放送開始を発表。毎月第3月曜日の23時から23時30分で、10月17日からスタートした。その後2回の放送日時変更を経て、2018年9月19日の放送をもって終了となった。2018年3月19日、インターネット動画配信サイト、全日本プロレス TV サービス開始。 使用カードの動画が見られるほか、大規模な大会では生配信も行う。秋山体制の5年間で宮原健人をはじめとする若手が台頭してきたことから、秋山が現場に専念するため、2019年7月8日付で社長職を退任。後任にオーナーとして携わってきた福田強樹が新社長に就任した。当初、秋山に 取締役会長を打診されたが、秋山自身の現場でやりたいという要望を受け、団体初のゼネラルマネージャーに就任することとなった。また、社外取締役にニオータム・ウィンター、取締役会長の戸枝俊樹が就任。一方で、2016年より取締役となっていた大森隆尾が選手活動に専念するため取締役を退任した。 また2020年1月より、プロ野球、西武ライオンズや横浜 DNA ベイスターズで、スポーツビジネスに携わってきた、いがら里氏が副社長に就任した。2020年1月16日の、プロレス大賞受賞式を最後に、秋山は、取締役及びゼネラルマネージャーを退任。5月9日、DDT プロレスリングのゲストコーチ就任を発表し、6月27日、 7月1日付で DDTA レンタル移籍することを発表。前年にすべての役職を解任されたほか、年末に福田社長から若手の指導を田尻に任せると告げられたことを秋山自身が語っている。選手会長のスワマは、いち早く脱秋山を掲げ、福田社長と直接会談に臨み、今後の方向性を確認した。同年9月4日より、 社長の福田によるコラム、全日本プロレス社長からの頼りを公式サイトにて、毎月1回連載開始。2021年3月1日付で、スワマが専務執行役員に就任。合わせて、副社長の五十嵐里氏の辞任が発表された。将来有望な若手選手に、一流選手との対戦で、さらなる実力を発揮してもらうという育成の狙いから、 トップクラスの選手を相手にした番勝負が実施されることがある。1976年から1979年まで3年がかりで行われたジャンボ・鶴田試練の10番勝負に始まり、2代目タイガーマスクが1986年から1988年にかけていった猛虎7番勝負等を開催。他にも小橋健太、秋山人志らも、 この番勝負を経験して、スターダムを駆け上がった。また、後に、三沢が立ち上げたノアでも開催された。武藤刑事が、社長についてからも、本間とも明や諏訪間公平が挑戦している。宮本和氏は本間をパートナーにタッグマッチで挑戦。天竜源一郎は2003年に、若手選手を鍛える目的のシングル七番勝負を行った。2019年、 大森北斗がデビュー1周年を記念し、地元の北海道で大森北斗北海道試練の3番勝負を実施。若手の番勝負としては約15年ぶりの開催となった。2020年、愛媛プロレス所属のライジング・ハヤトがライジング・ハヤト試練の3番勝負を実施。他団体の若手に対しての実施は初。2021年、 レッスルマイナス1を経て1月1日付で入団した、本田龍明が、高校からレスリングを始めた僕が、老舗プロレス団体に、飛び込みで参戦を直訴し、正式入団を果たした後に、トップ選手への階段を登るための試練の7番勝負を開始。ヘビー級選手の番勝負、及び7番勝負は、諏訪間公平以来約17年ぶり。 有望な若手選手が複数人所属する時期に不定期で開催されるシングルリーグ戦。過去5回開催された。なお基本的に優勝しても得点はないが、若手にとってはアスナロイ優勝が初の栄誉となることが多い。2016年に開催していた若手主体工業。大日本プロレス主催の若手主体工業、d l i z と格別で交互に開催。 12月20日のアージュフェニックスボリューム6をもって一区切りとすることになった。試合会場は常時新規バファーストリングで行われた。ジャイアントババ体制から定着していたシリーズ名が武藤刑事体制より一部変更されている。正月と10月に開催する旗揚げ記念大会、ジャイアントシリーズはババのリングネームであるジャイアントババにシャイニングシリーズは武藤の必殺技である。 シャイニングウィザードに、それぞれなぞらえていた。また、ホールドアートツアーは、武藤の入場曲の曲名にちなむ。武藤の対談後は、武藤にちなむ、シリーズ名は解消された。なお、年始工業は1月2日3日の後楽園、ホール大会が恒例となっている。2021年に参戦した選手のみ、選手会選手会長、ありがとうございます。